ブノニブエは、ベルギー、ズーエイナールで出身の元自転車競技選手。1960年、ローマオリンピックの個人ロードレースに出場しならい。その後、1962年から1968年まで、プロ生活を送った。1963年、自国、ロンスで開催された、世界選手権自転車競技大会、プロロードレースを制し、世界一の座に就いた。 しかし、この優勝が後に、当人のレースキャリアを縮める原因となってしまう。このほかヘント・ウェベルヘム及びグランプリのフルミも優勝。1964年、ツールド・フランス第22ステージを制覇。また、ツールド・ベルギー総合優勝及び国内選手権、ロードレース優勝を果たした。1963年の世界選手権では、ベルギーチームは、 過去に2度世界一の経験を持つリックファンローイがリーダーとなっており、ファンローイを勝たせるべく道中での作戦が練られていたが、最後のスプリント勝負でファンローイを破ってしまったことに対し、他のチームメートから不殺感を喰らう羽目になった。その後も大きく形となり、早期引退の要因となってしまった。関連記事はオランダ語版及びフランス語版を参照。ありがとうございます。